意外と難易度が高いんですよね、はい、あれは、うん、基礎とは言っても本当の簡単な問題は結構はしょられているところがあって、うん、武田塾チャンネル武田塾教務長の中森です。武田塾お茶の水本高校社長の太田です。中森先生、はいはいはい、参考書が難しくて理解できなかったって経験ありますか？いやありますね。基礎まだやできてない状態で、はい、めっちゃ成績いい人から勧められた参考書を、まあ、やってみたら、みたいな感じ、まあ、僕も基礎英文問題成功って緑の本あるじゃないですか、はい、あれを最初やった時に、まあ、ほとんどそれまで勉強しなかったんで、はいはい、解説何っていうのか分かんない、とりあえず単語だけつなげて訳そうっていう風に、はい、なった経験があるんで、うんうん、まあ、そこに、ね、対して足りないものが何なのかっていうのをちゃんと勉強した後にやったらやっぱり世界違ってみました ね。あ、こんなこと言ってたんだって、うんうんうん、やっぱりその場合って大体基礎が足りないっていうことがほとんどだと思うんで、今日の質問はそれに関連したものかなと思うので、はい、紹介したいと思います。はいはいはい、基礎問題成功の解説が理解できない場合は何が足りないか教えてくださいとのことです。あ、なるほどね。意外と難易度が高いんですよね、はい、あれは、うん、基礎とは言っても本当の簡単な問題は結構はしょられているところがあって、いきなり日大レベルからスタートするみたいな感じ、ね、そうですね。この応文社の基礎なんとか成功シリーズって基礎じゃないですよね。入試における基礎レベルって感じだよね、はい、そうですね、はい、うん、武田塾でもね、もう一個ワンランク下のやつとかもあるんで、そこからやっていくのがいいんじゃないかなと思いますけど、詳しく説明してほしければ学研の優しい高校数学やっていけばいいし、もしくはもう手を使って覚えていきたければ直接書き込む優しい数学ノートとかそういうのをやった上でっていう感じかなと思いますけどね、まあ、一つ一つのその文章、解説の文章とか解き方がちゃんとそのプロセスを追って理解できるのかどうかっていうところは本当に大切になってきますよね、はい、理解の仕方の問題っていうのも少し意識してみた方がいいかなっていうところですね、はい、と言いますと、その数学の問題集なんかで結構その理解で詰まってる人っていうのにありがちなのが、やっぱりその問題文と回答っていうのが結びついてないケースっていう、あ、何やってるのか分かんなくなっちゃってるところですね、うん、情報収集からそこから出てくる解放っていう部分が結構やっぱり、例えば面積求めなさいよって言われてて、面積求める時っていうのは当然その分かってる情報によって使う公式とか変わってくるわけじゃないですか。そうですね、うん、それの中で問題文で何の情報があって、ああじゃあこの公式使えばこの部分が分かるから、それ使ってこの面積求めればいいんだなみたいな、そういう部分だったりとか、あとは行間が分からないとかね、あ結構その式と式の合間のさ省略っていうのが結構基礎の段階だときついじゃないですか。そうですね、うん、なんか塾生にもメネラウスの定理とチェバの定理をどっち使えばいいのか分かんないんですけどっていうふうに言ってた生徒がいて、それは本当にその定理の使い方、何を求めるのにその定理を使えばいいのかっていうのが分からないで、そのままチェバの定理とメネラウスの定理を乱記しただけの状態になっちゃったってことですね。だから基本学習っていうのはやっぱり逆算でやっていかなきゃいけなくて、何を求めなきゃいけなくて、そのためには何が今分かってるからこういうふうに解いていこうみたいな考え方で戻ってくるやり方が基本だと思ってて、それすらも覚えてない、例えば公式をまず覚えてないとかって話だったらやっぱレベル下げてやってた方がいいんじゃないって話ですね。そうですね、うん、まあ、あとはこれが特定の分野だって話の場合、ベクトルだとか数列だみたいな、そこだけ理解できないっていうのは、例えばその坂田明先生のシリーズみたいな分野に特化したやつを一冊挟んでみるっていうのもありかなと思います。あれいいですね、はい、うんうん、まあ、ということでやはり、まあ、基礎レベルの学習が足りないっていうことが多い、なぜ理解できないかっていうところのちゃんと原因を分析して、うんうん、でそれを補うための参考書をやるのがおすすめところですかね。レベルの問題か理解の仕方の問題かのどちらかかなと思いますので、はい、まあ、自分の状況を把握した上でより良いやり方で、まあ、克服してもらえればと思います。はい、本日は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。